皆さんこんにちは、川崎ブレイブサンダースのリンです。カメラマンの元です。ここはどこですか？ここは選手の寮で、いつも選手のみんながお昼ご飯と晩ご飯食べる食堂です。今日はお昼ご飯を紹介してもらえるという。そうですね、今回の企画はどうやって体重増やしたのっていう質問をいただいたんで、今日から3日間、僕のお昼ご飯に密着したいと思います。よろしくお願いします。それではスタート。今日のメニューは海鮮中華丼、高菜とおかかの冷ややくだとささみのピリ辛ごま和え、サラダと中華スープ、フルーツ、ささみの柚子胡椒を和えというですね。そうですね、一番最初はまずここのお盆をこうやって置いて、お願いしますと叫びます。いい声。そしたら前島さんが置いてくれるんで、あとは自分でここにあるサラダとかフルーツとか、ここにあるスペースは自分で取って自分の方に置くっていうスタイルになってます。今日は海鮮中華丼なんで、一番最初にご飯をついで鍋島さんに渡すと上に海鮮を置いてくれます。はい、じゃあご飯取ってきます。僕は米の量を決めて食べてるんで、ばかりで買ってから。いつもは何グラム食べるんですか？僕は、いや1キロだと1キロです。僕は、花谷さんと相談していつも大体400から500の間を目安に食べてます。次サラダ取ってきます。サラダも結構大盛りで。そうですね、サラダも旅行食野菜いっぱい取らないと花谷さんに怒られちゃう。怒られちゃうかな。そうです、自分のために、はい、いっぱい取ります。いっぱい取ると何になるんですか？やっぱ多分元気になります。そしてドレッシングもこんだけいっぱいあるんで、僕はいつもごまドレで、大体みんなごまドレッシングです。あとはフルーツ、これもやっぱり食べないと。そうですね、しかも美味しいんですよフルーツ。あ、好きで、はい、特に好きなフルーツとかあります？僕はブドウですね。ブドウ、種がないブドウが置いてあるんですけど、まあ今日ないですけどね。今日ないですね。なかなか希少なんだけど。あ、ブドウ少ないですか？僕はいつも僕の席で食べます。これが噂の海鮮中華丼ですね。こっちがサラダで、冷ややっこで、フルーツで、鶏のささみスープということです。確かに林さん、G2 さんに比べると多いですね。やっぱ僕は体重増やさないといけないんで、人より多く食べないとダメなんです。じゃあ、早速実食の方、はい、お願いします。ありがとう。実食。来た。いただきます。お、じゃあその参戦。はい、じゃあ、はい、マーティかっこいい。どうですか？野菜。野菜です。なんか決まりとかあるんですか？食べる順番。いや、みんな野菜から食べてるから野菜から食べた方がいいのかな。おお、なるほど。食べる量は誰が決めてるんですか？あ、これは管理栄養士の花谷さんが。お、花谷さん、失礼します。みんなのお母さんに相談すると、どういうものを取った方がいいとか、朝昼晩何を食べた方がいいとか、詳しく教えてくれるので。どれぐらいの期間で何キロぐらい増えたんですか？1年半ぐらいで10キロ以上増えたんで。最終的な目標は何キロ？僕今88とか89キロをずっと行ってきたんで、まあ、とりあえずまず90キロを超えることが目標なんで。ちなみに好きな食べ物とか？ラーメン。味噌ラーメンです。おすすめのラーメン屋さんありますか？あ、今一元っていう。一で一元。一元エビ味噌ラーメン、めちゃめちゃ美味しい。新千歳にもあるんですけど、毎回並んでてなかなか食べれない。美味しいです。海鮮丼の具の中ではどれが味ですか？これなんですか？アサリ。そう、アサリです。鉄分豊富なアサリです。おー、鉄分が4%。量が食べ終わっちゃいました。いやー、あの人は早いですよね。やっぱ人より量が多いんで。あ、量が多いんですか。あれだけバスケットとかしてると相当食べないと減っちゃうと思うんですね。いやー、そうですね、バスケットってやっぱ激しいスポーツなんで、食事は大事だと思います。ラストパイナップルいただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで1日目終了です。この後少し休んで練習に行っていきたいと思います。それではまた明日2日目にお会いしましょう。バイバイ。
カツ丼2日目お願いします。はい、お願いします。今日のメニューからじゃあ紹介してください。はい、今日のメニューはカルボナーラパスタ、ミニハンバーグ、オニオンソース、ブロッコリーの明太マヨ和え、サラダ、おにぎり、オニオンスープ、スープ、そしてじゃん、僕の実家の長芋の洋風コンペ焼き、鍋島さんが用意してくれました。急遽。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。これが洋風コンペ焼き。私さんは昔よく食べられてました。いや、僕はもうしょっちゅう実家で長芋を食べてました。よくすって親に出してもらってました。ホモさん、カルボナーラお箸派なんですか？洗い物増やしたくて。お優しい。北海道で採れた長芋のコンペ焼きからいただきます。いただきます。林さんの出身が北海道。はい、ね、北海道の深川市っていうところで生まれました。うん、めちゃめちゃ美味しい。トロトロっすね、長芋が。鍋島さんに感謝です。食レポをお願いしたいです。バスケットボールの方にどんなプレーか。ああ、なるほど。はい、よし。うん、パスタとクリームがやっぱ絶妙にマッチしてるんで、まあ、例えるなら、まあ、うちのゆうせいさんとミックのピックアンドロールのようなパスタ。あ、ゆうさん食べてる、ゆうさん食べてる、ゆうさん食べてる、ゆうさん食っ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 てる、おーい。髪の色最終日、またお会いしましょう。バイバイ。それでは3日目、よろしくお願いします。はい、今日のメニューは3食丼、モロヘイヤと白菜の地酢和え、ひじき、サラダ、エンチン汁、フルーツ、そしてバナナケーキ。どれか気になるメニューありますか？バナナケーキ。甘いの大好きなんで。ちょうどですね、かまたさんが多分半分ぐらいかと。じゃあこんだけ。で、かまたさん、足りるんですか？かまたさん、足りる、足りる、足りる。食べたい。トレーニング後でお腹が空いてるので最終日いただきます。今日はこの後練習ですか？いや、今日はもう午後は何もないんでいっぱい食べて休みます。休みの日は何ですか？車で買い物行ったり、部屋でちょっとゲーム、服結構好きなんで結構いろんな店回ったりとか。普通にラゾーナ、みなとみらいはしょっちゅう行きます。ゲームは何やらせるんですか？今ずっとマリオパートしてるんですよ。もうずっと YouTube で実況動画見てどうやって上手くなるのか研究してて、鎌田さんも青木も持ってる。マジっすか？今日はなんか楽勝な感じしますよ。日によってコンディションもあるんで。そうです。今のところ順調です。 YouTube では今日 500？ 今日は500。一気にかけすぎでしょ。ケーキいただきます。楽しみにしてたバナナケーキ、はい、今ではどうですか？ちょっときついですけど美味しそうだし、いただきます。美味しい。おお、美味しい。クレープみたい。めっちゃうまい。はい、全力でいただきます。最終日、ごちそうさまでした。あー、酸欠。ちょっと早く、はけてください。早く、早くやる。早く。
はい、3日間いかがでしたでしょうか。この3日間の食事を見て、ぜひ体作りの参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価ボタンとよろしくお願いします。そして川崎でホームゲームがあるので、ぜひ応援しに来てください。はい、終わります。バイバーイ。怖い怖いな。嘘、これは正式なディール、事務所通してスケジュールを切る、賞賛なくたってスタート、バタリバタリアブストラクト、うろ覚えの